線でほらキャンピングカーっていいなってみんな思いますよね、これ。ほら。よいしょ。チャンネルでございます、オッキャンプ1回目の、会場から、皆さんのキャンピングカーを覗かせていただいておりますが、あのね、俺ね、実は本当にね欲しいキャンピングカーが昔あって、当時買えなかった車というのがあそこに見えてるんですよ。あそこにあのね、ハイマー、今秘密基地に鎮座してるハイマーを買うときに実は悩みに悩んだもう一台というのがあの車なんです。どちらからいらっしゃったんですか？長野県。よくワン言ったよ。お名前は？アダジオです。アダジオさん、はい、どこでいらっしゃいました？なんかやってるんですか、 YouTube かなんか？ YouTube やってます。もうじゃあどんどんアピールするから。これ買ったのじゃあ最近？1年ぐらいですね、ちょうど1年ぐらい。あ、そうですか。よく1年前にこのいいのが出ましたね。僕まず何よりもあそこに水道があるじゃないですか。これね、あれ実際使ってるんですよ、これ。はい、使ってます。もうこの時点でほらキャンピングカーっていいなってみんな思いますよね、これ。ほら、これお湯も出るんですか？お湯も出ますね、あのガスつけとけばお湯も出ます。で、これでもシャワーみたいにした時とか使えるんですか？これ出ない？言ってもこれ以上は伸びないので、シャワーはここですか？いやいや、これ伸びないんですね。伸びない、伸びるかと思ってた。あくまでもここで手洗ったりとか、はいはい、足洗ったりとか、なので川遊びとか、うん、海水浴とかの後にちょっとこう。でもここにあれば楽ですよね、こういった時もね。すごい。これは？これあれ、外部電源。外部電源ガチャッと、それもこれ専用なんですね。これ専用ですね。なんかぶっといホースがあって、はい、かっこよくない？もう俺大好き、こういう車。ガチャって入れると、はい、まあ、こっちはあのアメリカのもともとあれをごっつ、そうですね、差し替えてっていうのを動作すと、はい、まあ外部電源使えるよっていう。なるほど。これあれですね、セワホース、これで、はい、そうですね、あのトイレ、ここにトイレがあるんですけど、ほうほうほう、この中にトイレの排水を、まあ、これここに。あ、なるほど。これホースだけがある、入ってるってことや。そうですね。面白い。これをガチャってつけて、これをまあコックひねって、下水とかにつない、放り込んでガチャってこうガチャって排水されると。これは何でしょう？お水？これ、そうですね、水の、まあ、いい水とかだけど、はい、これはじゃあ清水を入れるための。そうですね、はい、はい。で、これはガス。ガス？そうですね、湯沸かし器。湯沸かし器。こっちは何？これが、中、この裏が冷蔵庫で、はいはい、冷蔵庫の排気。そうですね。ここにも排気ありますよ。これなんだ？あれか。でも、一緒。一緒だと思いますね、はい。これも排気じゃないですか？これが多分、もともと換気扇が、うん、このキッチン用の換気扇があったと思うんですけど、はい、うん、中見ると塞がってるんで、多分前のオーナーさんがなるほどね、いじったんで、はいはい、かっこいいです。これ長さが結構ありますね。これが6メートルですね、約6メートル。で、横幅が2メートル。はい。で、高さが263だったと思う。なるほど。まあ、ここで見てるとそんなに大きさ感じませんけど、やっぱり街で走ってると長さが大変。そうですね。5メートルがだいたい駐車スペースなんで、この分ちょっと余計なんですよね。はいはいはい、ちょっと余裕があると入る、はい、横幅はもうギリギリですね。大きいっちゃ大きいですよね、やっぱり、はい。じゃあ機体の中をちょっとじゃあお邪魔してよろしいでしょうか？はい、ちょっと。うわ、楽しみ。よいしょ。どうですか、これ？かっこいいな。いろいろ乗ってます。これそこに2段ベッドが存在する。そうですね、もう荷物入れちゃってますけど、はい、出すと、うん、上は子供は寝れて、うん、下は小柄な女性なら寝るとか、ね、なるほど。普段はどんな方に寝てるんですか？ただここがベッドになるので、うん、もうこれをベッドにしちゃって、そうですね、3人寝てて、はい、ですね、うん、なので最大大人3人子供2人ぐらいの、はい、うん、
まあ、イメージ。なるほど。で、ここキッチン、はい、キッチンも結構かっこいいのがついてるな、これ。これもともと純正なんですかね、これ。多分純正だと思います。このレバーとか全部すんごいアメリカっぽい。で、ドメスティックの冷蔵庫がでかい。これもう普通の家庭用冷蔵庫ですよ、こんな。で、中も十分家庭の雰囲気が漂ってるね、これ。そうですね。これはトイレはないんですか。トイレここにあるの。あります。これトイレも一応ある。一応ありますね。ほぼ使わない緊急用みたいな感じ、うん、そこカーテン閉めて。カーテンになって、でもベッド取らないとダメってことでしょ。そうですね、うん、荷物入ってるんで、うん、まあ、なかなか使わないですけど、本当山奥とか行ったら使えるかなみたいな。はいはい。これエアコン動きます？エアコン動きます。あの外部電源につけてれば。ああ、そうかそうか。まあでもこれ十分近く、すごい贅沢。これちょっと僕運転席の方で、はいはい、やっとこれに乗れる日が参りました。僕にとっては思ったよりちっちゃいなって感じがするんですけど。アメ車がでかいと思ったら大間違い。それでは乗せていただきます。よいしょよいしょよいしょ。おおお。これはでも結構あれですね、慣れるまで大変そうですね、運転。そうでもないですか。そうですね、まあもう慣れました。これはこれっていう感じ。左ハンドルだし、はい。6メートル、これちょっと長いですもんね。そうですね。横幅が2メートルなんで、はい、ちょっと一回り大きいですね。そうか、こういう感じだったんだな。なんか、やっぱりアメ車かな。なんかこれすごいだよ。あ、笑ってんの。しかも高級な。あら、あら。じいちゃん、これ間接照明。まあいずれにしても高級な車ですよ。